ローソンチケット会員の皆様、こんにちは。メリーポピンズ役の濱田めぐみです。笹本玲奈です。バート役の大貫祐介です。小野田龍之介です。もうだってお誘い合わせの上、誰でも一緒にとにかくまず家族と見たいかな、ね。あとはうちの両親、母、うちは母なんですけど、母に見せたいなっていうのがありますよね。祖父がリアルタイムで映画を見ているので、そう、やっぱりね、多分その時代の映画を見て、舞台気になるよね、どうなってるか、ね、絶対来てほしいなとは思ってるんですけどね。そう、僕はまあ、まずはやっぱおじいちゃんおばあちゃん、自分の母親、あとはやっぱダンススタジオの子供たちに見てほしいです、ね。あ、そういうのいいですね。でも本当どの世代の人が見ても耳なじみのある曲だったりとか、そういうのが本当にふんだんに詰まってますし、いろんな仕掛けとかダンスシーンが含まれているので、本当に男性でも女性でも楽しめますしね。映像と違って、ほら、舞台って空気感までが全部こうメリーポピンズの世界に包まれるから、その居心地の良さっていうのは劇場ならではであるかもね。そうだな。みんなの心をこう解きほぐすような、そしてこう希望に向かって前に進めて後押ししてくれるような舞台に、ね、なるような気がしてて、でお稽古もすごい楽しみです。私はディズニー大好き人間としてはね、そうそう、ディズニー大好き人間なので、まずはその本当のもうディズニーの曲を歌えるってこと自体がまずはもうすごく楽しみ、踊れるしね、踊れるし、死なないし、死なないし、そうそうそう、そこ大事、キラキラ終わっていく、そう、ハッピーで終わってね。初演のオリジナルキャストで作り上げた空気感ももちろん好きだったんですけど、こうして新しいメリーとバートと、他にも新しいキャストの方たちがいて、その新しいカンパニーで作るメリーポピンズ22年版がすごく楽しみです。本当にコロナ禍を経てメリーポピンズが再びこう日本に戻ってきて、本当にこうエンターテインメントの全てが詰まった演目だと思っていますので、もうこの曲この曲ってもう見てるお客様も楽しんでいただけますし、我々俳優も今本当にこうマスクしながらお稽古したり、本当にいろんな閉鎖的な環境の中で作品作りをこの2年1年2年作っていることが多かったんですけれども、メリーポピンズに関しては本当に2022年本当に一番盛り上がった作品となるように、本当に皆さん団結してエネルギー全開で頑張りたいと思います。楽しみにしてます。皆様、メリーポピンズは夢と魔法がたくさん詰まったミュージカルです。名曲の数々、迫力のダンス、ぜひ一人でも多くの方にご覧になっていただけたら嬉しいです。劇場でお待ちしてます。